干物を焼くときはね、皮から焼きますよ。海の魚は広い海を回遊するために脂肪や水分が多く含まれていて、皮を7、身を3の割合で焼くと身崩れしにくく美味しく焼けるんだよ。お家のコンロでも同じように焼いたら美味しくできるよ。また冷凍保存してあったものは解凍せずにそのまま焼くと旨味を残さず焼くことができます。おすすめのアレンジは干物の唐揚げです。パリパリと骨まで食べることができ、カルシウムたっぷり摂ることができます。Thank you.